はい、こんにちは、たかです。昨日ツイートの方もさせてもらいましたけども、とあるインスタのアカウントが、僕のまあこういったね、チャートであったりとか話している内容であったりとか、そういったものを使って、まあ、有料情報に、誘導しようという、そういったアカウントがありました。普段僕はもうあまりこういった類のものに関してはもうノータッチなんですよね。基本的にはもう触れないようにしていたんですけども、今回は直接被害もあったということで、まあ、後日ね、少し話もしていけたらと思うんですけども、ここでは一言だけ、せっかくこういった投資の世界に入ってきて、皆さんそれなりの夢を持って、多分やってらっしゃると思います。ただこれはもうどの世界でもそうだと思いますけども、楽をして儲かるという話はこれはもうありません。何かにお金を払って学ぼうとするということ自体に、僕はもう甘えがあると思います。今の時代こういったネット環境があれば、大概のことはもう学べます。お金を払う必要というのがないんですよね。これ見てくださっている方の中にも、誰かしらを参考に学んでいるという方もたくさんいらっしゃると思いますけども、僕はもうそれ自体は否定はしないです。ただそこにお金は必要ない。昔からこういった投資詐欺の特徴というのは、お金を払わないと情報をくれないことなんですね。ですからお金さえ払わなければ特に問題はないはずです。今何かしらで悩んでいる方はそのお金、口座の方に置いておいて、今も小さなお金で経験を積む、経験を積んだ後に軍資金としてそのお金を使っていただければいいかなと思います。今回僕の情報も使われたということでね、ひとまず注意喚起をさせてもらいました。はい、ということで、まあ、この話はここで置いておいて、普段通り話をしていきたいと思います。こちらがドルインデックス、時間足に日足を重ねています。環境としてはもうこのレンジ相場を今も継続して見ています。少しこれ抜けていますけどもね、これをブレイクと今はもう現状見れないですね。仮にブレイクと見ていたとしても、こういった上昇トレンドですね、見ていたとしても押し出せもすでに割っていますからね、波は反転しています。今は高値から見ると下落トレンドも見えていますから、まずはこのトレンドに注意ですね。レンジが見えています。そしてレンジ上限から売りのトレンドが出ています。目標はレンジ下限ということになってくるかと思います。仮に流れが止まって戻りが入ったとしても下落トレンドがもうはっきり見えてますからね。流れが止まれば再度売りは見ていきたい。基本的に今の環境というのはこのドル安を見ていくことになるんだと思います。ただまあ昨日の動きですね、月曜日の動きを見てみると陽線が立っていますんで、一旦はこれ下落の流れを止めたという形も見えています。少し相場の方をアップで見ていきたいと思います。先ほど見ていた下落トレンドがこの流れになりますね。現在も下落トレンド継続中、押し出しても割ってますね。ですから仮に波が反転したとしても、戻りの高値を抜けてこなければ再度戻れば売りの流れを見ていく。目線としてはこのドル売り環境の中で、昨日一旦流れを止めたという形が見えていますんで、短期的には調整局面を見ていくことになります。流れが止まってますからね、ショートの環境ではありますけども、特にこの突っ込んだところのショート、安値圏でのショートは気をつけていきたいです。このドルに関しても今は調整局面ですからね、売るんであればしっかり戻りを叩く意識、まずはしっかりバック、壁を見つけていかないといけない環境ということになりますんで、少し警戒心を持ちながらこのドル売りの場所を探していくということになってきそうです。はい、こちらが通貨の強弱チャートになります。昨日は月曜日でしたからね、まずは先週からの流れ、これが継続して出ているかどうかに注目をしていきたかったんですけども、まあ、この動きですからね、はっきり流れを見ていくのは少し難しかったと思います。特に昨日に関してアメリカも休みだったということで、出来高の方もだいぶ少なかったとは思います。昨日はほとんど動きの方もなかったですから、引き続き今日も先週からの流れに変化が出てくるかどうか、この点に注意はしていきたいです。では先週の流れとはということになってくると思いますけども、先週はもう明らかにね、ドルや円が弱くて豪ドルがすごく強かった。こういった環境がありますから、まずはこの環境に変化が出てくるのかどうか、この点に注意しながら値動きを見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがドル円の4時間足、週足を重ねています。このドル円に関してはもう本当に語ることがないんですよね。まずは週足の環境ですけども、もうガチガチのレンジそばですね。レンジが見えていて、現在はレンジの下限付近でのさらに小さなレンジといった感じですかね。ポイントは下は 109.60 付近、上が 110.60 付近。本格的なトレンドを見ていこうと思えば、こういった上下の壁を、週足の終値がしっかりブレイクして引けてくる、ブレイクの形が見えてこないと次の流れっていうのがちょっと見えてこないかなとは思います。途中短期足が抜ける動きに注意したいですね。この辺りの値動き見てもそうですけども、これ全部ヒゲになってますよね。ヒゲにはなっているんですけども、ヒゲというのはこれ終わってみないと分かりません。抜けたからといってすぐに安易にショートをしていけるような環境でもないと思います。すぐに戻すみたいな動きも当然これは警戒しないといけない。逆にまあリバウンド、逆張りをする方にとっては、抜けてしまったらどうするか、そういったものはもう想定していくことになります。レンジというのはいつか抜けますからね。
これだけレンジが強調されてしまうと最初の初動の動き、一発目の動きというのを見ていくのは本当に難しいと思います。やっぱり騙しみたいな動きに警戒が必要なんですよね。ですから、一発目の動きを積極的に狙っていくのも一つのトレード法ではありますけども、一発目の動きというのは難しいというのも事前にある程度分かっていることですので、難しい環境でのトレードは捨てる。もう少し分かりやすい環境になってから手を出すというのも一つのトレード法ではあると思います。このあたりは自分のやり方というのもあると思いますからね、慎重に判断してもらえればいいかなと思いますけども、大事なのが、難しい局面ですから、無理をしてトレードしていく局面ではないというのはね、押さえてはおきたいです。はい、こちらが1時間足に日足を重ねています。日足を見ていくとこのようなレンジが別に見えてきますけども、昨日は僕はこの下への動き少し警戒をしていたんですね。朝の早い時間になりますけども、金曜日ですね、だいぶ下の方に突っ込みました。突っ込んだといっても結局はレンジの上から売りが入ったに過ぎないんですけども、ただレンジの下限付近で引けていましたんで、継続した売りが出てくるとレンジからのブレイクになってしまいます。こうなるといろいろ考えていくべきポイントは出てきますんで、注目をしていたんですけどもね、実際こういった動きにはならず昨日は買いが入っています。買いが入ってしまうと結局はもうレンジ相場ですからね、継続してこのレンジを見ていくことになりますね。難しいことを考える必要はもうないかなとは思います。レンジでトレードしていくんであれば上から売る、下から買うというのがもう基本になってきますんで、現在地はレンジの真ん中、ここでやれることはもう少ないと思います。攻めて見ていくんであれば上限、例えば110円の10付近、この辺りに引きつけるとか、下は109円の60付近ですかね、この下のサポートに引きつけてどうするかというのを考えていく。レンジトレードをしていくんであればこの引きつけるというのは大事にはしていきたいです。ドル円はなかなか大きなトレンド、今はもう期待するの難しい環境になっていますけどもね、ブレイクはいつ来るかは分かりません。いつか来るブレイクに備えて今はしっかり値動きを見ていくのが大事になってくるんじゃないかとは思います。僕はあまりレンジトレードは好きではありませんのでね、しっかりトレンドが出てくるのを待ちたいと思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。このチャートを見るとちょっとよくわからないですよね。上昇トレンドここに見えていますけども、サポート割れてますんで、高値から見ていけば売りのトレンドも見えていることになります。でもこの波の起点は割ってないんですよね。であればまあ波の起点があるわけですから買っていけばいいのかもしれません。ただ戻りの高値も抜けてないですからね、簡単に買っていける場面でもない。戻れば戻り売りを見てる人もこれは中にはいそうです。こういった環境で買えばいいのか売ればいいのか、このチャートだけでは少し見えてこないと思います。なのでまあ上位足を参考にすることになりますけども、上位足というのはどのチャートを見てもレンジ相場、結局はもう買いが入っても売りが入ってもおかしくない環境があることになります。これではトレードはすごく難しいと思いますんで、自分たちがこの環境でやれることというのは、流れが出てくるまでしっかり待つか、レンジトレードをしていくかというところになってくるんだと思います。僕自身が今通貨の監視をしている中で一番手が出しづらい、すごく難しい値動きになっていると思いますんで、ドル円は十分注意をして、トレードはしていただきたいなとは思います。はい、変わりましてこちらがニューヨークダウンの CFD、 1時間足に日足を重ねています。昨日アメリカは休みでしたんでね、このダウンに関しても大した動きは出ていません。結局はレンジの中の動きに過ぎないですね。ただし、例えばドル円と同じレンジですけどもね、同じレンジですけども環境はもう全く違います。ダウンに関してはこの上には大きな壁があるわけですけども、ここはもう最高値なんですよね。ですからこのレンジというのは最高値の手前でできているレンジ、決して弱くはない。もし弱いんであればこの辺り高値圏ですからね、売りが入ってもいいと思いますけども、そういった売りが入ってきていない、高値でキープしているだけでも十分相場の強さを感じられる、そういった値動きになっていると思います。ですからまあこの環境で僕はショートはちょっと警戒はしてしまいますね。レンジが見えていてこの辺りレンジ上限ですからね、ショートも一つの方法ではあると思いますけども、ショートをするんであればもう抜けたらどうするかですね、この答えだけはちゃんと用意をしてやっていくべきかとは思います。基本はチャート強いですからね、レンジが見えている以上はレンジ下限から拾っていく、上から買う必要はないと思いますんでね、下までしっかり引きつけてロングを狙っていくような局面かとは思いますね。このレンジももう2週間以上にわたるレンジになってきました。かなりの期間のレンジになってきてますんで、ブレイクしてくればそれなりの動きというのは出てきそうですけどもね、注目するべき動きかとは思います。今のところ目線はロング、高値でキープしているだけでもチャートは強いと見てますんで、いつかこの高値は超えてくるんではないか、もしくは超えるような動きというのは一度は出てくるんではないかとは思っては見ているんですけども、ただだからといってこの位置からは変えないと思いますんでね、しっかり下に引きつけてロングを見ていくか、一度しっかりブレイクを確認した後に買いを入れていくか、慌てて見ていくような場面ではないと思います。レンジが見えている以上はね、しっかりこのレンジからの結果というのを見てはいきたいですね。
はい、変わりましてこちらが日経平均の CFD 1時間足に冷やしを重ねています。日経平均かなり強いですね。昨日も大きな買いが入ってきていますけれども、冷やしを見ていくとも一方的な上昇トレンド、またこう環境がもう見えてこないですね。冷やしでは見えてきませんので、上位足の確認が必要になってくると思います。はい、こちらが4時間足週足を重ねています。週足を見ていくと下落トレンドが見えてきますけども、僕はこのトレンドが見えていたから日経平均はずっと弱気の目線だったんですよね。基本的に戻れば売り、戻れば売りという環境があったと思いますけども、今のこの買い、この買いの流れを売りで見ていくというのはちょっときついですね。もうしっかり戻りの高値も抜けてきています。まだこの週足は閉じてはいません。ただまあここまでしっかりブレイクしてきたとなると、これはもうブレイクも想定ということにはなってきそうです。そうなると今まではこの下落トレンドを見ていましたけども、今はこの上昇トレンドを見ていくことになりますね。仮に流れが一旦止まって押しが入ってきたとしても、次はこれ押し目買いを見ていくということになりますんで、今までみたいに簡単に売り売りではもう見ていけない、それだけの強い買いが入ってきたということになりますね。こういった週足の流れをひっくり返すって、実は1年のうちでもそうそうあることでもないんですよね。今回に関してはもう明確に下落トレンドが見えていたんですけども、この流れをひっくり返したのはたったの2週間の動きです。言い換えればそれだけ強い買いが入ったということにもなりますんで、あまりこういった大きな環境に逆らいたくはないんですよね。ですからまあ日経平均に関してももう目線はショートは難しいと思います。当然上昇トレンドが見えていますから、今日もこの高値更新は見ていくことになりますけども、直近高値も迫ってますからね、まあ、こういったところでどういった値動きになってくるかというところになってくると思います。もう一つとして、これはもうたびたび話をしていることですけども、壁を抜くときというのはそれなりの抵抗というのがあって当たり前なんですけども、今回はそういった壁がないですよね。まあそれだけ強い買いが入ったということでいいと思いますけども、仮にもし流れが止まったとしたら、まあ調整局面を見ていくことになります。その際にこのあたりにサポートがあるかどうかですよね。抜くときにこれ抵抗がなかったわけです。帰ってくるときに抵抗があるかどうか、これはちょっと怪しいですよね。もしかしたらなくて下の方にスコンと抜けてしまうような展開もあるかもしれません。なので今のこの環境ね、すごく強いんですけども、押し目買いに関しては少し慎重に見ていきたいんですよね。強い流れが出ているじゃ何も問題ないです。ただ一旦流れが止まって調整を見ていく、例えば戻りの高値抜けきれずに流れが一旦止まるような形になってしまうと、やっぱりそれなりの売りというのも出てくるように思うんですね。そういった売りをこういったところのサポートでちゃんと支えられるのかどうか、そのあたりはちょっと値動きを見ていかないと、怪しいなと思う部分でもあります。ただまあ流れとしてはしっかり波はひっくり返ってますからね、今はこの上昇トレンドを見ていく、この目線に変わりはないですけども、ただこれ週足は閉じていませんからね、流れが止まって大きな売りが入ってしまった場合は週足の行ってこい、こういったのも一応頭には入れておきたいです。この行ってこいの動きに関しては週末に動画の方も出していますんで、よければ参考にしてください。はい、変わりましてこちらが金の CFD 4時間足に週足を重ねています。この金に関しては先週のこの動き、これがもうかなりインパクトある動きに僕はなっていると思うんですよね。サポートはこのあたりに見ています。1760ドル、このサポートを抜けた上昇トレンドを見ているということですね。ただこの流ればかりではなくて、この売りの流れもかなり強く出ています。高値から見ていけば売りのトレンドも見えてくると、ですからこのあたりの動きというのはこういった売りと買いとの攻防ですよね。ですからまあレンジ相場を見ていくことになります。上限に壁を見ていくということになりますけども、先週の動きというのはこれ実体部分、終わり値でしっかり高値を抜けてきています。だから大注目なんですよね。まあ確かにヒゲなんかもあったりしますんでブレイクしきってはいないんですけども、しっかりこのあたりね、4週にわたって陽線も続いています。強いトレンドが出ていますから、このトレンドの継続、今週も高値更新を意識して値動きを見ていきたいと思います。であれば戦略としてはもう押し目買いですね。押してきた場面においてサポートを見つければしっかりロングは見ていく、そしてまあ結果的にまあサポート割れて引けてしまうような形になってしまえば行ってこいなんかも想定していくことにはなりますね。現在は強い流れが出ていますから、こちら優先で高値更新は見ていきたいと思います。はい、というわけで、ドル円に関してはもう朝だけでしたね。レンジの加減でしたから、売りが出てくればといった局面ではあったと思いますけれども、買いが入ってしまいました。レンジの真ん中に戻ってしまったということで、このレンジの真ん中から方向感を見ていくというのはすごく難しいと思います。ですから僕はもうドル円に関しては様子見ですね。しっかり流れが出てくるまで待つ。ただ、勘違いしないようにしていきたいのが、これドルと円だから動いてないだけであって、実はドルも円もしっかり動きは出てるんですよね。同じように動いてるからこのドル円だけが動いてないんであって、この2週間ほどはドルも円もかなり弱い流れ、売りの方が強く出ています。
もちろん今週もこのドル売り円売りという流れは見ていくことになりますけども、個別のチャートの方を見ていくと少しね、上値の重さみたいなものも見えてきたりもしていますんで、もしかしたら今週何かしら変化というものはあるかもしれません。その際にはこのドル円にも変化は出てくるかもしれませんからね、しっかり動き出すのを見ていきたいと思います。今回は以上になります。ドル円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。